あれはね、大塚の方に行くよ。橋本和夫です。地方裁判所民事8部弁論係岡さんとお話しします。あ、でもそろそろだね。じゃあね、気をつけて降りる。はい、降りれるよ。降りれるよ。顔をつけないようにして。手で降りる。岡さんとお話しします。橋本和夫です。はい、橋本和夫です。この会話はYouTube に乗っかりますんで、その上で回答してます。昨日、あなたが来るのを待って、9時まで待ってね、僕の事件に関係ある話だから、話聞いてくださいという話して、あなたのところは、あなたは次の事件の準備があるから、昨日お話できないと。そういう回答いただきました。ね、今日は何時だったらお話できますか ?1 時だったらどうですか。まあ、それは細切れでもしょうがないんでね、いろいろ複雑な話ですからね、何しろ30年も間のいろんな話があって、その中で、あなたは熊本さんから事件を引き継いでるわけですよね。僕の事件を、そうでしょ、ね、どうして熊本さんに亡くなったかちょっとわからんけども、ね、でそれは他の2件の池本さんっていう方と久保園山口さんの事件を併合されて4件になってるわけですよ。ね、僕とそれはもっと久保園やってるやつも併合すべきだろうと。あるいは、室蘭から来たやつも併合すべきだろうと、そういう主張をしてるわけです。ね、関係ないことない。で、当事者として、民事一部の方は、いや、8部が受け取れと言えば受け取ってもらうと。いろんな犯罪行為が行われてるんだよ。ということについてお話したいんで、一時にお伺いしますんで。